かして泥棒？違う、僕はサンタクロースだ。頼むから引っ張り上げてくれ、落ちそうなんだよ。サンタクロース？嘘つかないでよ。そんなものいるわけないでしょ。私のところには来たことないもの。一回だって。うん。こんなに寒い中、屋外ステージでよくやるわね。念のため様子を見に来てみたけど。ま、ここまではそれなりね。歌も以前より良くなってるわ。でも、この程度じゃ、うちのショーは超えられないわよ。よし、変装完了だ。これなら、僕がサンタクロースとはバレないだろう。サンタ見習い、でしょ。っていうか、そんな格好で忍び込んだら、逆に捕まっちゃうんじゃない？大丈夫？うわあ！不審な奴がお屋敷に入ろうとしているぞ。全員捕まえろ！なんでこうなるんだ！ここはそんな笑うところでもなかったわね。もしかしてサンタさん？サンタさんっておじいさんじゃなくてお姉ちゃんだったんだね。私はサンタじゃなくて。え、違うの？ううん、サンタかもね。プレゼントを届けに来たから。私、クマちゃんよりサンタさんが来てくれたのが一番嬉しいよ。ありがとう、サンタさん。どういたしまして。さあ、そろそろラストシーンだ。小型降雪機の用意をしなくてはね。本当は客席にも降らせられるとよかったんだけれど、さすがに屋外ステージでは難しかったね。なんとかプレゼントを配り終わった。本当に助かったよ。どういたしまして。もっと、そろそろ夜が明けちゃうな。それじゃ僕は帰るよ。じゃあね。あ、そんなに急いで帰らなくたっていいのに。そういえば私はプレゼントもらえてないや。もう、でも、ありがとう、か、その言葉が、一番嬉しかったな。不思議。歌が自然と出てくる。感じた気持ちが全部歌になって、どんどん溢れていくみたい。歌うのってこんなに楽しかったんだ。よーし、雪を降らせちゃうぞー。あれ、これは、あれ、これってもしかして本物の雪？綺麗。まるで本当に空からプレゼントが届いたみたい。すごーい。ルイ君、これどうなってるの？ルイ君、何かしたの？いいや、僕は何もしていないよ。だからこれはただの奇跡さ。帰ってなかったの？うん、プレゼントを渡してなかったからね。どう？空からの贈り物、気に入った？
まあ、悪くないんじゃない。それじゃあ、また次のクリスマスに会おう。メリークリスマス。うん、メリークリスマス。いつもの10倍くらい大変だったかも。ちょっと草薙さん。え、あ、フェニックスステージの今日のショー、とても良かったわ。あなたの歌声も素晴らしかった。え、あ、ありがとう。特に最後の歌は泣いてる。泣いてないわよ。とにかく私たちのライバルとしては認めてあげないこともないわ。次もいいショーを作ることね。思ったより嫌なやつじゃないかもね、清流院。みんな、着ぐるみさんが中間発表を持ってきてくれたよ。おお、ついに来たか。1位は、フェニックスステージか。おや、よく見ると下にもう一つ順位表があるよ。上のものが前回の得点と合わせた総合順位で、下のものが今回の賞の順位だから。当然の結果だな。あんなキンキラしたステージのショーに負ける我々ではない。まだ総合得点では負けているけれど、優勝は射程圏内だ。結果は最終決戦で決まるというわけだね。あのみんなありがとう。みんなのおかげで昔みたいに思いっきり歌えるようになれたの。なんだかちょっと早いクリスマスプレゼントをもらったみたいな気分だな。それなら僕らももうもらってるよねえ、司くん。ああ、そうだな。よし、この後はミクたちへの報告も兼ねて世界でクリスマスパーティーをするのはどうだ。おお、司くん天才だね。私ケーキいっぱい食べたい。そうと決まれば早速用意しなくてはね。この降雪機は持っていけるかな。ショーで雪が降ったらミクたちも喜んでくれるかもね。それじゃあ、行こう、みんな。